船内の様子が公開されました。北海道の知床半島沖で観光船が沈没した事故で、第一管区海上保安本部は水中カメラで昨日撮影された船内の画像10枚を公開しました。画像には客室内の様子が複数の角度から撮影されているほか、船の左舷と後部にある出入り口付近や船橋の様子も映されています。しかし、いずれの画像にも行方不明者とみられる姿は映っていませんでした。